ガイエルです。違うか。吉田サラダです。ウィラブスワローズっていうことで、4月12日、ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ、1対3で負けてしまいました。悔しい。打順いじったんですけどね。ダメでしたね。いやー、先制したんですけども、逆転されてまた負けてしまいました。赤羽選手ね、ちゃんと犠牲フライ打って仕事してくれたんですけども、あの4回のね、横浜の攻撃の渡来選手のタイムリー、あれね、もうちょっとで取れたんですよね、セカンドで。惜しかった、あれ取ってたら、また流れ変わったんちゃうかなとか思うんですけど、あと6回ですよね、6回。ノーアウト1、2塁で、オスナ選手、村上選手、点取れる思うやん。ノーアウト1塁2塁で、もう、オスナ選手、村上選手、やったら、点取れる思いますよ。それが、0点、きついっすよね。まあ収穫もありました。後ろのピッチャーでね、香山投手がちゃんと抑えてくれたっていうのは、これからのヤクルトスワローズにとってだいぶいいプラス材料になるんではないかなと思っております。あとはね、もう本当最後の最後まで追い詰めたんですけども、うまくいかず、やっぱり村上選手待ちなんかな。村上選手待ち、山田哲人選手待ち、ライアン待ち、待ち人が多い。本当に早くみんな戻ってきてくれ。ピンチです。明日の先発は吉村投手です。吉村投手頼みます。このピンチ救ってください。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。渡来選手いい選手ですね。